ロスベース。さあ、こちら沖縄県那覇市です、沖縄キャンプ視察ですけど、今日はプロスピ動画ね撮ってきます、基本的には毎週火曜日にね出そうと思ってるんですけども、なかなかタイミングが合わなかったら、普通の平日に出る時があります。皆さん忘れないでチェックして、あ、そして最近リアタイで達人8になりました。まあこれでまたね、なったばっかりなんで、これまた9位と8位の、行ったり来たりしながらね、7位目指して頑張りたいと思いますけど、9位から8位になるまで結構長かった。1ヶ月ぐらいかかったかもわかんない。まあここからねまた状態上げて、まあ、最近初めてね初回コールド勝ちもしましたし、徐々にねレベル上げて、あと最近気づいたことあります。やっぱり毎日数試合やんないと、あの1日やらないとめちゃくちゃ打てなくなる、打率1割前半に急降下事件っていうのがねありまして、なかなか大変な時期ありましたけど、ようやく戻ってきたなと。今日はガチャ動画、最近撮影が全くついてないっていうところをお見せしたいと思います。これはですね、もう前にやってね動画だけ撮ってるんで、ちょっとぜひ見てもらいたいんですけども、まず一つ目がドリームキャラバンの 30% 契約書、これをねやってプロスピ始めた時はね結構当たってたんですよ S が。最近全くこの数パーセントの S 契約書全く当たんないと。でここでね武田もらって使い勝手あるのかっていうねところです。武田選手が悪いわけじゃない、俺のプロスピの中だけの話ですね。そして続いて、こちらです。節分ログインボーナス 10%、 これもやって、まあねこのトーン皆さんわかると思います。なぜ全く最近は S が全く来ないというね、横できっちり、ね、太田大使、まあここはねしっかり育てていきましょう。いずれね極みにすぐできるまで持っていきたいと。そして続いてですね、補助券とね交換してもらった S、 これはもう確実に S が当たるということでね、これ S 率 100% ね。そこで何を引いたかねっていうとですね、最近一番欲しいのはねこの先、その先が欲しいんだけども、まあ当たるのかどうかっていうね、ベストラインタイトルホルダーっていうのも当たりませんでしたけども、ここでなんとね2期、これはよしね。ロッテ純正を何気に進めていってる中で2期の S は OK、 でも A が少ないんでなかなか極みできないっていうところはねあります。そして続いてやったのがスペシャルミッション累計31ミッションクリアの報酬です。これもまたね、もう外れて逆にもう当たらないんじゃないのかと。こう藤波の絵いいでしょうね。マンスリー無料ガチャ、これはね、まあ、S ランクが絶対当たるというところで、まあいい選手がね欲しい、ロッテのね格なんかなんか当たったら最高だねってねいうところで、もうミスってねスキップしちゃったって、もう手もおぼつかない感じになってね、さあ誰が当たるんだいっていうねところで、最後来るのは木村、いっぱい持ってるね、木村極みにしちゃおうかな。でも使わないかもわかんないけどね、うん、さあということで 30%、 10% 狙いのエースが当たらない気持ちを切り替えていきましょうね。沖縄ですから陽気に、なんくるないさでね行きたいと思います。今日2回目にやるのはですね、称号チャレンジね、2回目の称号チャレンジです。前回ねビシエドでしたけども、今回も外国人のね称号チャレンジ、モイネルです。唯一 A が一つあるんで、モイネルをね称号チャレンジしたい。モイネルはですね、請求を B に乗せたいんで、それをね欲しいなっていうところです。そして、ここ極意書は使えません、もう3個しかないんでね、思い切ってさあレッツゴー。何ですか丁寧な投球は、おっ OK、 請求プラス2の、9位マイナス1で
請求が70に乗って B になりました。おこれはまあいいでしょうね。ちょっとずつね極意書を集めていきたいなっていう、ところもありますけども、いい形で、称号は称号いいで、ここから徐々にねまたベストナインタイトルホルダーのね第2弾が来るんで、そこでもねしっかり当ててですね行きたいなっていうところですね。さあそして最後です、今日のメインイベント、 OB 第4弾確率 33%。 ガチャ今の回れた流れだとね当たらないかもしれないけども、その前にじゃあちょっとゴールド契約書で運試ししよう。10個あった。さあここで運試し、レッツゴー。 OK、 さあどうなの、さあどうなの、くー、これはもう全部 B の流れだ、くーやばい、これはもう絶対 B の流れ。あ A が来た、ああ親父、A は1個あんの、田島、流れないね、これ1回やっとくか。ワールドスターの普通の契約書ね、 A 運試しだ、これはもういいだろ、どうせ A だからね。お大谷翔平、あそっかこれあれだ、関係ないやつだった、大谷翔平でした。さあ最後メインイベント、 S1 契約書 OB33%、 ここまでの流れは全くもってついてない、持ってないです、お願いします。一番欲しいのは大魔神佐々木さんです、お願いします、レッツゴー、カモン来てくれ、おおっしゃ来た、あ来たって、でもあれか S 絶対当たるのか、 S 絶対当たるんだと、 S は絶対当たるんだ、33番ちょっと来てくれ、